ベルトはエンジンからの動力を伝え、各駆動部を動かします。コンバインでは脱穀部、灰藁処理部、刈り取り部、駆動部などに使われています。ベルトに摩耗、破損、緩み、剥がれなどが生じたまま使用を続けると、動力の伝達不足やエンジンのオーバーヒートが発生し、不具合箇所が拡大する原因になります。点検ではベルトの中央部を指で押さえ、たわみ量が規定範囲内であるかを確認します。またベルト表面の状態を目視で確認し、摩耗や損傷が激しい場合は早期に交換してください。交換時は久保田純正部品をご使用ください。